1989年2月9日、胃がんにより昏睡状態に陥っていた手塚治虫さんは、62歳でこの世を去ったわ。入院中もベッドの上で、漫画の原稿を書き続けていたそうよ。虚勢、オツ。まさに漫画に人生を捧げた男だったぜ。しかし、死去の報道がされた後、手塚さんは2歳年齢を詐称していたことが発覚。当初、発表されていた62歳から、60歳に年齢が訂正されたわ。はぁ、この年齢詐称によって、手塚さんが生前に公表していた経歴についても、疑惑の目が向けられることとなり、その結果、手塚さんが卒業したとされる、農科高校と、大阪大学予科は、二つとも存在しない学校であると指摘されるなど、疑惑はますます深まるばかりだったわ。一体どういうことなんだ。ねえねえマリサ、手塚治虫って知ってる？はぁ、知ってるに決まってるだろ。日本漫画の第一人者じゃあないか。鉄腕アトムが国民的な漫画であることはもちろんのこと、ジャングル大帝は日本で初めてのカラーテレビアニメシリーズだったり、日本のアニメ界にも多大な影響を与えているので、まさに漫画の神様と言われるだけあるよな。では、その手塚治虫さんに、経歴詐称の疑惑があったのだけど知ってたかしら？ええ、手塚先生がそんなことしてたのか。では、今回は漫画の神様の闇の部分について迫っていくわね。さて、まずは手塚治虫さんについて簡単に紹介していくけど、漫画家としてデビューしたのが、1946年の少年国民新聞より、4コマ漫画、まーちゃんの日記帳の連載を開始、現役の医学生という触れ込みだったわ。手塚さんは医大出身で、医師免許を持ってたんだよな。そして、その同じ年に堺七馬さんとの共作である、長編漫画、新宝島が、異例の大ヒットを記録。これは、現代漫画表現につながる原点として、多くの漫画家さんに影響を与えたこともあって、神話的な作品となっているわね。当時は4コマ漫画ぐらいしか、漫画がなかったってことかな？その後の1952年に、鉄腕アトムが大ヒット作品となって、日本初となる、30分枠のアニメシリーズとして、アニメ版鉄腕アトムの制作に関わるなど、国民的な大ヒット作となったわ。鉄腕アトムは有名な作品だよな。その後は、若手漫画家さんの台頭によって、漫画表現が大きく進化し、いわゆる古典的表現手法だった、手塚作品の人気は低迷。当時は劇画と称され、若者に人気が高かったカムイ外伝や、ゲゲゲの鬼太郎が、妖怪ブームを巻き起こしていたこともあって、現在では名作と評価の高い、ドロロを連載するも、短期で連載を打ち切られてしまったり、1969年にハレンチ学園が人気となって、日本中でスカートめくりの大旋風を巻き起こせば、1970年に焼けっぱちのマリアを連載し、ちょっとエッチなコメディ路線で行くも、こちらもあっさりと打ち切られてしまったわ。漫画の神様も低迷期には苦労したんだな。さらにアニメ制作や会社経営の失敗など、手塚さんは莫大な借金を抱え込むことになるのだけど、1973年に異様漫画の先駆けである、ブラックジャックがヒット作となって、手塚人気が奇跡の復活。さすがは偉大卒だけあるよな。その後も、漫画の執筆やアニメ制作と、精力的に活動を続けるのだけど、過酷な漫画連載は、手塚さんの体を徐々に蝕んでいったわ。1989年2月9日、胃がんにより昏睡状態に陥っていた手塚治虫さんは、62歳でこの世を去ったわ。入院中もベッドの上で、漫画の原稿を書き続けていたそうよ。虚勢、オツ。まさに漫画に人生を捧げた男だったぜ。しかし、死去の報道がされた後、手塚さんは2歳年齢を詐称していたことが発覚。当初、発表されていた62歳から、60歳に年齢が訂正されたわ。はぁ、この年齢詐称によって、手塚さんが生前に公表していた経歴についても、疑惑の目が向けられることとなり、その結果、手塚さんが卒業したとされる、農科高校と、大阪大学予科は、二つとも存在しない学校であると指摘されるなど、疑惑はますます深まるばかりだったわ。一体どういうことなんだ。手塚治虫さんの死をきっかけに、その経歴に様々な疑惑が出てきたのだけど、今回は、漫画な通信というブログとツイッターより、手塚さんの経歴について詳しく検証されていたので、これらの情報を参考に、考えていきたいと思うわ。真相はどうなっているんだわさ。手塚さんが生前自称していた著者の略歴の記載は、著作物によってバラバラで、大学入学、卒業時期や、学部名まで違っていたりするのだけど、共通項をざっくりまとめてみると、大体こんな感じになるわ。高校の卒業時期と、医学部の卒業時期に随分幅があるな。年齢を2歳詐称したことによる、辻褄合わせの苦労の跡が見れるわね。そして、実際の手塚さんの経歴はこの通り。収容年限短縮で卒業？中学校からいきなり大学に入ったのか？しかも医学部は、ちゃんと卒業しているじゃないか。ここの部分を考える上で、当時の時代背景について理解する必要があって、1945年といえば、日本は太平洋戦争による戦時体制の真っ只中の時代ね。
戦前の学校の制度は、現在とはかなり違いがあって、敗戦によるアメリカ軍の占領政策によって、今の形が作られたって経緯があるわ。手塚さんが中学校を早く卒業した背景には、日本が敗色濃厚の戦争末期であるため、日本政府が兵員不足を補うため、政策的に学生の卒業を早めたようね。当時は戦争の混乱期なわけか。そんなこんなで中学を卒業した手塚さんは、名門であった浪速高校の入学を目指すも、漫画ばかり描いていたためか、学業に支障をきたしていたようで、不合格となってしまうわ。漫画の神様は、小さい頃から漫画漬けだったんだな。後の経歴に、浪花高校という架空の高校を出したのは、この浪速高校がモデルになったと考えられるわね。そして、大阪帝国大学附属医学専門部という学部は、当時は医師が戦争に駆り出されていて、軍医が不足しており、日本中の大学では臨時に軍医専用の学部が多く作られていたみたい。なるほど、今の医学部とはイメージが違うのか。当時も、海洋医などの医学部は、別に存在していて、手塚さんが入学した軍医専用の学部は、臨時の専門学校のイメージに近いかもしれないわね。もともと運動は苦手で、いじめられっ子であった手塚さんは、軍医なら最前線で戦うことはないだろうとの考えがあり、入学を決めたと、後のインタビューで答えていたわ。しかし、1945年に日本は終戦を迎えて、アメリカ軍による占領時代に入ると、急ごしらえで作られた軍医用の学部は存在意義を失い、手塚さんが卒業した1951年に、附属医学専門部は廃止されてしまうわ。この、戦前戦後にまたがる混乱期が、手塚さんの経歴をわかりにくくしているわね。随分と複雑ではあるが、医学部を卒業しているのなら、なんでわざわざ学歴詐称なんかしたんだ。それでは次に、手塚さんはなぜ学歴詐称をしたのかその経緯を見ていきましょうか。さて、いよいよ漫画の神様学歴詐称、真相編をやっていくわよ。1945年7月、手塚さんは軍医の養成所である、大阪帝国大学附属医学専門部へ入学するも、翌月の8月に戦争は終戦。戦争の緊急時のため統制されていた、書籍などの一般娯楽が次々と解禁となって、手塚さんは、1946年1月に新聞4コマ漫画である、まーちゃんの日記帳でデビューを果たすわ。大学の在学中にデビューしていたんだな。この時の手塚さんは17歳だったのだけど、作者の紹介文には、大阪大学、医学専門部在学、19歳の大学生、と、紹介されていたわ。2歳サバを読んだのか、学部の名前もちょっと違うよな。軍医養成の学部である附属医学専門部だと、格下になってしまうので、医学専門部であることを自称したみたいね。軍医専用の学部は、戦後は需要はなくなり、次々と廃止されていったのだけど、当時の軍医専用学科の卒業生は、医学部卒業と自称することはよくあったみたい。なるほどな。また、手塚さんがなぜ2歳サバを呼んだのか、動機については不明なのだけど、おそらく、世間から子供だと舐められないために、年上であることを詐称したと考えられるわね。デビュー時からすでに経歴詐称をしてたわけだな。この経歴詐称が、手塚さん自身にとっては呪いとなって、生涯自称することとなるわ。後年では、自身の経歴の辻褄を合わせるために、浪花高校という架空の高校をでっち上げたりしてるわね。今著名人が同じことやったら大炎上するな。医師免許を本当に持っていたのかも疑わしくなってきたぜ。ついでに、当時の手塚さんがどのように大学生活を過ごしていたかを見てみたいと思うけど、先ほど紹介した、まーちゃんの日記帳をはじめ、在学中から多数の連載を抱えていたわ。1947年には、新宝島の大ヒットや、メトロポリスなども執筆しているので、大学の勉強をまともにできたのか、かなり怪しいわね。すでに売れっ子作家状態じゃん。手塚さんの、過去のインタビューなど見てみると、大学の授業中に漫画を描いているのがバレて、教授に呼び出されたこともあったらしいわ。これは手塚さんらしい話ではあるな。そんなこんなで手塚さんは大学を1年留年するも、1951年に大学を無事卒業。漫画連載をやりながら通ってたとしたら、ギリギリの卒業だったんだろうな。その後も面白いエピソードがあって、手塚さんは大学卒業後の1951年に、インターンとして、大阪大学附属病院に1年間勤務してたのだけど、大学時代とは違い、昼の仕事中は漫画が描けず、夜になると病院の宿直室にこもって、漫画を描いていたんですって、相変わらず無茶なことをやるよな。しかし、いよいよ連載の締め切りが間に合わなくなり、困った手塚さんは、病院の若い女性の看護師さんに、ダンスホールに連れて行ってあげるから、手伝ってくれ。と言って、夜中の当直室で漫画のアシスタント業務を手伝わせたらしいわ。なんだそら、医者の卵だからモテたのかもな。原稿の消しゴム消しなど、手伝う作業もかなり大変だったみたいで、毎晩手塚さんが、女性の看護師さんを出局室に連れ込んで手伝わせた結果、疲れ切った顔で、部屋を出ていく彼女の姿が目撃されるようになり、手塚さんが、部屋に女性を連れ込んで何かしていると、病院内で変な噂になってしまったそうよ。毎晩そんなことやってたらそうなるわな。最終的には教授に呼び出されて、頼むから医者にはならないでくれ、と、怒られてしまったらしいわ。
手塚さんは看護師さんに、約束通りダンスホールへ連れて行ってあげたのだろうか。こうして無事インターンを終えた手塚さんは、1952年の第12回医師国家試験に合格し、1953年9月に医籍登録が完了、晴れて医師免許を取得したわ。そして、インターン終了後の1952年より、手塚さんは東京に拠点を移し、専業漫画家として、鉄腕アトムの連載を始めるの。さて、手塚治虫さんの学歴詐称疑惑について語ってきたけど、いかがだったかしら。結局、大学時代の最初についた嘘の設定を、死ぬまで貫き通していたんだな。思春期の時代を、戦争の真っ只中で過ごし、アメリカ軍の空襲で自身も死にかけたり、軍医の生存率も、100人中10人と言われてたみたいだから、手塚さんも若いながら、身近に死を意識していたと思われるわね。生き残るだけでも精一杯な時代に、漫画を描き続けるとはすごい執念だよな。当時の漫画に対する偏見は、今よりもすごい時代で、1955年、当時の内閣総理大臣、鳩山一郎さんの衆議院本会議の演説で、覚醒剤、不良出版物などの反乱は嘆かわしい、政府としてもこれらの根絶のため対策を取る、との趣旨の発言をしているわ。不良出版物とは、漫画のことを指していて、当時の小学校では、手塚作品も含めた漫画を、校庭に集めて燃やす事例があるなど、悪書追放運動として、全国で盛り上がっていたそうよ。現代版の粉書じゃないか、漫画は覚醒剤と同じように見られていたのか。そんな偏見の中で、手塚さんの医大卒のアピールは、大きな宣伝効果があったと言えるわね。医師免許は持っているので、完全に嘘とは言えないが、誇張はしているよな。手塚さんにとっては漫画を描くことが第一優先で、利用できるものはとことん利用したのかもしれないわね。漫画の神様も、人間臭い部分は出ているな。それでも、評価の低かった日本漫画の地位を押し上げて、多くの漫画家さんに影響を与えた功績は、手塚さんの評価が下がることはないと思うわ。今の日本漫画文化の発展も、手塚さんの存在が大きかったんだな。てなわけで、手塚治虫さんの学歴詐称について取り上げてみました。コメントや、高評価をもらえると励みになるぜ。それでは、バイバイ。